皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下蔵です。今回は本の紹介動画になっています。で、ゼロからの資本論、NHK 出版から出ている本です。で、読んでみて、こんな人に向くのかなっていうのを、イメージしたときに、やっぱりその資本論に興味があるっていう人は、読んだらいいのかなっていうふうに、そもそも資本論って書いてあるので、それはいいのかなっていうふうに思います。で、マルクス経済学とかっていうぐらいなので、経済学に興味がある人なんかも、一読すればいいと思いますし、資本主義って競争の原理なんで、競争に疲れた人なんかも、一回読んでもらえば、こういう世の中が来ればいいんじゃないかのかなみたいなことをイメージできると思うんですよね。で、こういう人がいいのかなというふうに思います。で、最初に伝えたいことなんですけれども、この中にコミュニズムっていう言葉が何回も出てくるんですよね。で、このコミュニズムっていう言葉の意味を、ちゃんとイメージしておくと読みやすいのかなっていうふうに思うんですよ。で、僕もそのコミュニズムイコール、例えばそのソ連だったりだとか、あるいは共産主義みたいなイメージで最初読んでたんですけれども、そうだったらなんかちょっと違うんですよね。で、それがその途中に出てくるんですけれども、コミュニズムっていうのは、こういうような、世界観ですよっていうふうに言ってると。シェアと贈与っていうことですね。みんなと共有したりだとか、あるいはその足りないものがあったら分け与える。そうですね。アンパンマンが顔をこうパカってあげるみたいな、ああいうイメージですよね。そういうような優しい社会だし、で、持続可能性があるっていう社会ですよね。その、今で言うと SDGs みたいな話が出てくると。で、それを端的に表したような言葉なんですけれども、各人はその能力に応じて、各人はその必要に応じて、いろんなものを受け取ったりできるような社会なんですよ。っていうふうに本書では説明されているので、こういう要素がある、社会っていうことなんですよね。なので、マルクスの時代に持続可能性なんかを、イメージしてたっていうのは、非常に、先見の明があるなっていうふうに思います。で、何度もコミュニズムっていうのが出てくるんで、最もイメージしやすいのはやっぱりこのシェアのところかなと思うんですね。だからコミュニズムっていうふうに出てきたら、僕2回読んだんですけど、2回目は大体再分配とかっていう分配がしっかりできてるみたいなイメージで読むと結構読みやすいのかなっていうふうに感じています。で、続いては著者の紹介です。斉藤光平さんですね。で、東京大学の今は准教授をされています。人新世の資本論っていうのがヒットしたんですけれども、あれも僕動画にしたんですけど、非常に面白い本なんだったんですよね。で、本書の中で、僕はポイントかなって思うのを今回こう動画として伝えたいなと思うんですが、まずやっぱり胃の一番に来るのはここの話ですよね。やっぱりこの資本論とソ連、いわゆるソビエトですね、これってどうなんっていう話なんですよね。僕もその頭の中でやっぱりこれをイコールで結びつけてたんですけれども、いやそうじゃないよっていうのが書いてあるんですよね。1ページ目にドンピシャで書かれてあったらそのイメージで読んだんですけど、途中のところでしっかり書いてあるので、そこまで来てやっと、あ、そういうことかっていうのを考えたんですよ。そういうふうにならないようにするためにお伝えしたいなって思いますし、読むのが難しいよっていう人は参考にしてもらいたいんですけれども、で、資本論とソ連っていう話なんですけれども、ちょっと2つの国に出てきてもらいます。で、アメリカっていうのがリベラル能力資本主義っていう風な位置づけ、かたやソビエトは国家資本主義っていう位置づけになるっていう風に本書では言ってるんですよね。で、どっちも見て通り分かるんですけれども、その資本主義っていう言葉が書いてるんですよね。で、マルクス、これ絵なんです、イラストなんですけど、マルクスが目指したのがコミュニズムっていう話ですね。なので、もちろんこのアメリカとはまず全く違うけれども、ソビエトとも、ソ連とも全然違う話ですよっていうのが書かれてあるんですよ。で、先ほども出たように、このコミュニズムっていうのは何度も出てくる言葉ですが、やっぱりシェアっていうふうに結びつければいいんですよね。で、シェアっていう概念を突き詰めていくと、国有みたいな話になって、国が保有するみたいな話になるんですけれども、で、本書では
その国有は共有とは限らないっていうふうに言って、ここは非常に面白いなっていうふうに思うんですよね。あ、なるほどと思った部分なんですが、で国家資本主義、まあ、先ほどで言うとソ連の話なんですけど、ソ連は国家とか官僚組織が搾取する、まあ、この搾取があるっていう話を鑑みると、それってアメリカと変わんないよっていうふうに言ってるんですよね。でここまで来て初めて、もう166ページでここまで来て初めて、あ、まあ、そういうふうにこう本書って読んでいけばええんやっていうのがまあ分かったと。じゃあそのこの社会主義とマルクスのコミュニズムの違いって何でしょうかっていう話なんですが、これも書いてあるんですよね。でこれも非常に面白いと思うんですが、それは民主主義の欠如だっていうふうに158ページで言ってるんですよね。なのでまあマルクスの概念の中にこの民主主義っていうのが、まあ、あったっていうことが、まあ、非常に面白いなっていうふうに思うんですよね。だからソ連はまあ社会主義あるいはその全体主義とかって言われますけれども、だからマルクスはそういうものを目指したのかと思ったら、まあそうでもなかったっていうことなんですよね。じゃあ実際ソ連はどうなったかっていうと、先ほど出てきたその国有化っていうのが まず出てくるんですよね。じゃあその国有化をするとどうなるか、生産手段を国有化する、まあその何を作るかっていうのを決めないといけません。だから計画経済っていうところに行くんですよね。いつどこで何をどんだけ作る、でそれをどういうふうに届けるかみたいなのを全部計画するんですよね。その計画経済っていうのが進めば、まあ、独裁化に進んでいくと。これはまあ民主主義が低下するっていう話なんですよね。でこの経済の状況で言うと、このここがまあそのいわゆる資本主義は違うんですよね。国家がその計算してどうこうっていう話じゃなくて、勝手にみんながやった結果、まあとりあえずベストな結果になってるだろうっていうのが資本主義の原則なんで、ここが圧倒的に違うんですよね。でソ連でまあ起きたことをまあかいつまんで言うと、まあ資本主義と同じような搾取っていうのを行ったと。でも効率が悪かったんで、国としてはなくなっちゃいましたよっていう流れになるということになります。だから、まあその社会のシステムだけ考えれば、アメリカとソ連で言うと、まあアメリカの方が、まあその、上回ったっていうことなんでしょうね。じゃあまあその、資本論とソ連やあるいはその社会主義なんかとの違いは分かりましたと。じゃあそのコミュニズムって現存してんのかっていう話なんですよね。そのコミュニズムがその社会全体で突き通されているっていうところはまあないと思うんですけれども、まあ、部分的にっていう意味ではそのドイツの例が紹介されてるんですよね。で医療費とか学費がタダでとかって現物給付が多くてっていうところで、で本書の169ページにもあるんですけど、特にここですよね。ここかな。そのお金がなかったって、その生きていける社会っていうのがいいんじゃないですかっていうふうに言ってるんです。で、これは結構非常に賛成するところで、例えば僕が子供の頃とかで、まあ、ドラマとかでお味噌を借りに行くみたいなシーンがあったんですよね。お隣さんに。そういうのってもうないですよね。なので、その、例えば30年前と今比べても、今の方がお金がないと暮らせない世の中になってるのかなと。だからそのお金がなくったってみんなでこう協力し合ってシェアをしたりだとか、あるいはその持ってる人が贈与したりとかっていう形でみんなで協力して暮らしていくみたいなのが、まあ一つその理想の形としてあるんだろうなっていうふうに思います。それをまあ言っちゃうと、まあこういう商品とか貨幣とかお金とかがなかったって生きていける世界がいいんじゃないのっていうふうに言うと。で、まあその学費一つ取ってみても、まあアメリカとか学費がめっちゃ高い国だとか、まあ日本もまあ奨学金の問題とかもあるぐらいなんですが、いや、それ学費っていうのはまあ国がまあ面倒を見てるっていうのを前提にすると、大きな政府っていうふうに言われますよね。じゃあ大きな政府、まあイコール、まあ福祉国家なんですけれども、そこに問題がないんかって言えば、まあいくつか問題が出てくるよっていうことで、
で、あのドイツの話でをイメージするとやっぱりこう南北問題ですね。経済格差っていうのは、まあ、一つポイントになるのかなっていうふうに思います。だからドイツの国内で、ドイツの国内で学費タダっていうそのいい状態を手に入れているのは、ひょっとしたら周りの国に輸出して、でその差額でドイツが儲かっているからできていることかもしれないっていうことですね。でそういうところをイメージするのは重要なのかなっていうふうに思います。ドイツを含め、まあ、ドイツの周りの国々が全部そういう状態なのであれば結構理想的な状態かもしれないですけど、現実そうなってないっていうところで、やっぱりこういう問題が出てくるんだろうなっていうふうに思います。で本書でもう脱成長コミュニズムっていうのが出てくるわけなんですけれども、これは人新世の資本論でも出てきた話なんですけれども、でこれを表すその一節でめっちゃいい話、あの部分があるので紹介したいなと思うんです。これこのまま紹介するんですが、201ページに書いてあることなんですけれども、お互い持ちつ持たれつ、世の中には数学が苦手だけれども体を動かすのが好きな人もいれば、口下手だけど絵がうまい人がいる、運動神経はないけれど勉強が得意という人もいます。人々の能力は異なるのだから、それぞれの良いところを生かして助け合う社会です。能力の違いは当たり前にあっていい。そして困った時は助けてと言ってもいいのですっていう文章があるんですよね。やっぱりそのこういう社会はいいのかなっていうふうに思う。誰が聞いてもいいよねっていうふうな社会なので、そっちの方に向かっていったらいいのかなっていうふうに思います。で先ほど言ったような社会、そのみんなが個性を生かし合いながらこうしっかり頑張っていこうやみたいな世界って、別にその資本主義と仲が悪いわけでもないんですよ。だから資本主義の枠内でも達成できるようなものなので、ただどうしないといけないかっていうと、やっぱりその手綱を緩める、多少手綱を緩めながらでも進んでいくようなことが必要なのかなというふうに思います。で個人的にはこう成長しないっていうのはまあありえないんだろうなっていうふうに思うんですよね。なぜかっていうと、人間は成長してしまう生き物だからですね。それが集合してるんだから、それは成長しないっていうのはこう無理なんですけれども、その手綱を緩めることで持続可能な世の中を作っていく、まあ、そういうことが必要なのかなと。で逆に言うと、そのフルスピードでこう走り続ける世界っていうのは、そのずっと 100m 走ることができないので、まあ、限界もあると思うので、まあ、これからの経済の在り方をついている、まあ、一冊だなっていうふうに思うので、まあ、一人でも多くの人に手に取ってほしいなと思います。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどがあれば嬉しいです。またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。